山切は海上自衛隊の護衛艦。朝り型護衛艦の2番艦で、山り型練習艦の1番艦であった。艦名は産地に発生する霧に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して初の命名である。がある。山りは、中期業務見積もりに基づく昭和59年度計画3500トン型護衛艦2223号艦として、 三井造船ンタの事業所で1986年2月5日に寄港され、1987年10月8日に浸水、1989年1月25日に収益し、第2護衛隊軍第42護衛隊に編入され、佐世保に配備された。山りは平成になって初めて収益した海上自衛隊の自衛官であった。 1990年3月6日、第2護衛隊軍令下に第47護衛隊が新編され、朝霧、沢りとともに編入。1992年及び1996年、艦隊平洋合同演習に参加。1997年3月24日、対番号の改正により、第47護衛隊が第6護衛隊に解消。 1998年7月24日から29日にかけて護衛艦、クラマ、補給艦、浜名と共にロシアウラジオストックを訪問、7月26日に実施されたロシア太平洋艦隊艦艦式に参加した。また、7月29日、30日にかけてウラジオストック東方の日本海において初の日露共同訓練が実施され、これに参加した。 1999年3月18日、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入。2001年、遠洋練習公開に参加。2002年6月24日、沖縄と南東、約 200km を行動中のロシア海軍、ビシュニア型情報収集艦クリルイを発見する。2004年3月18日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が、 tb-3515 に変更、練習艦隊第一練習隊に編入され、提携艦が暮れとなり、同地に転籍。2006年、練習艦、鹿島、護衛艦、天霧とともに、第56期一般艦部候補生家庭卒業生、近海練習公海に従事。3月21日、江田島湾出港。4月9日から4月19日、 東京帰港後北米での練習公開に従事。9月5日、東京帰島。2010年5月26日に東京港、晴海不頭から鹿島、沢、雪と共に平成22年度遠洋練習公開に出港。航路はアメリカ合衆国、ハワイ、メキシコチアパス、ポルトガル、トルコメルスインジブチ、中華人民共和国の順、10月28日に帰国した。 2011年3月16日、護衛艦に再度種別変更され、艦籍番号は、護衛艦時代の DD-152 に戻った。同日付け、護衛艦隊直轄第11護衛隊に編入、提携校が横須賀となり、同地に転席。2013年6月14日、パシフィックパートナーシップ2013に参加するため、横須賀を出港。 6月25日、パプアニューギニアバニモニー入港、7月6日まで医療活動、文化交流等の活動を行った。2016年2月29日、艦長に防衛大学工女子第1期生である大谷光穂が着任。海上自衛隊初となる女性の護衛艦艦,艦長となった。また24代艦長にも女性が着任している。現在は、 護衛艦隊第11護衛隊に所属し、提携校は横須賀である。ありがとうございます。